おはようございます。6月10日金曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田幸がお伝えします。北日本から東日本、そして西日本の山沿いを中心に大気の状態が不安定で天気急変の可能性があります。雷を伴い雨が降る恐れがあるので注意が必要です。西日本では日差しが届いてもゆっくりとお天気は下り坂となっていきます。南西諸島では梅雨前線の影響で雨が降りやすい一日となりそうです。気温を見ていくと、西日本から東日本では昼間汗ばむような体感となるところが多くなります。北日本では比較的過ごしやすい体感となるところが多くなりそうです。各自一日の気温差には気をつけてお過ごしください。詳しい情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。